どうも、アイジュース。今回はですね、みんなに今日からコツコツやりませんっていう動画です。だから受験生向けっていうよりも、未来の受験生。だから高校生、中学生だったら1年生、2年生とか、あと小学生の子。まあ、小学生本人が見てないかもしれないんで、保護者の方とかがね、もし見てくださってれば、ちょっと今日からコツコツしようよって。で、コツコツする力をやるときにポイントがあるんですよ。これを意識すると、心が折れにくい。三日坊主になりにくいっていうポイントがあるので、ちょっとその辺を話していきます。よかったら最後までお付き合いください。今ですね、外を近所の小学生がね、元気に遊び回ってるんですよ。めちゃくちゃ加わりたいなと思いながら 見てましたけど、もしかしたらマイクでね、子供たちの元気な声拾ってるかもしれないです。もし何か聞こえたらそういうことなんだと思ってね、うまく流してください。ではね、本題に行こうと思うんですが、今回は手短にたいと思います。ポイントはそんなに多くないので、まずポイント1つ目です。これは1日の量をとにかく減らしましょう。よくね、結構周りと比較をして、じゃあ何かやるのを決めた時にさ、英単語を覚えますとか、漢字を覚えますとか、いろんなね、やり方がある、決めるものはあると思うんですけど、周りがじゃあ英単語を10個ずつ毎日って言うから、私も10個にしなきゃみたいなね、あの子が10個やってるからみたいなのをよく言う子がいるんですけど、いや、ちゃう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 っていう、自分には合ってる目標数が絶対にあるんですよ。あの子が10個だからって私が10個にする必要はさらさらないんですね。で、もしじゃあみんながその中でね、私は1日まずは3個やろうと決めましたと。で、決めてそれを、うわ、少なって笑ってくる人がいたら、うっせボケって思ってください。もしあれだったら俺が代わりに言います、それは。うっせボケ。そう、なぜかっていうと、目標っていうのは、目標もその量をね、決めた時の目標っていうのは、一番大事なのって、自分の心がちゃんとそれに納得してるかがすごく大事になります。誰かが10個って言ったから、あの人が10個やってたからっていうのは、それはもう自分の心がついてきません。自分がこの数だったら大丈夫、毎日できる、頑張れるって本気で思う数に設定してください。だから小学生の方、これね、やるのは算数の問題とか数学の問題とか、別に違う勉強でも全然構わないんですけど、もし何やろうかなって迷う方がいたら、漢字と英単語おすすめです。小学生もそうです。これは、で、小学生とかだったら1日1個ずつでいいです。漢字1個、英単語1個でも全く問題ないです。親御さんももしかしたら少ないなって思う方もいるかもしれないんですけど、その子がまずはそこから始めたいと、でもその数ならちゃんとやるって思うんだったら、その気持ちを尊重してあげてほしいと思います。心がこもってるというかね、ちゃんと血の通った目標でないと意味がなくなってしまうので、そんな感じで決めてほしいんですけども、ひとまず本気で思う数、それが少なくてもいいから、基本的にもし今この動画を見てね、よし、やるぞ、このやるぞって思った瞬間ってちょっと意識高くなってるんですよ。だから数を多く設定してもいける気がするんですけど、そこはちょっとね、深呼吸してください。クールダウンです。クールダウンして、自分が落ち込んでる時の自分とか想像してください。その時でもその数できるかなって思うんです。だから基本的には今思った数よりちょっと減らすとこからスタートしてもいい。それで1週間2週間やって、いや、少ねえ、いけるいけるって思うんだったら、どんどん増やしていきましょう。増やす分には一向に構わないです。なので、まずは毎日やる数を少ない数で設定するっていうのを意識して組み立ててもらえたらと思います。そして2つ目のポイントとしては、毎日やるっていうのが大事です。大事。毎日コツコツやる力っていうのは絶対将来の糧になるから、もうみんなにとってのプラスでしかない、毎日コツコツ頑張れる力っていうのはね。けれど、例えば学校で嫌なことがあった日とか、ものすごくね、体調が、体が疲れてる時とか、どうしてもできない時ってあるんですよ。で、それは全く悪いことじゃない。あって、大人でもそうなんだからね、無理な時は無理なの。だからいい。だから毎日やんなきゃいけない、それが理想なんだよ。理想なんだけど、毎日やれ、そのやれない日があったとしてもいいんだっていうのを思っててください。じゃあどうするかっていうと、1週間単位で設定するんです。自分はよく日曜日をね、お尻にするといいって、日曜日の夜よりはね、昼間とか夕方がいいんだけど、じゃあおやつの3時にしようか。日曜日の3時にその1週間を覚えてるかどうかのテストをしますみたいな、決めるといいんです。自分テスト、自分でテストする場所を決めてください。だからそこまでに覚えられればいいよっていう。
例えばさっき1日1個でやっていく方だったら7日間、1週間ね、7日あるから1日7、あと1週間で7個ずつですよね。だからこのテストの時までに7個が終わってればいいんです。そのために水曜日が例えばすごく嫌なことがあって、もう勉強とかしたくない、無理だわって思うんだったら、こう休みにしましょう。で翌日の木曜日にもう一個プラスしてやったらいいんです。それでいいから、そうやって1週間ごとに計画を進めていく、まあ、毎日やるっていうのを意識してるんだけども、大事なのは1週間でちゃんとペースを、ね、落とさずにやっていけるかっていうところを大事にしてください。でなんでこんなねこれを設定するかっていうと、大人も割とそうなんですけど、自分が、子供たちにね勉強を教えた、塾で、ね、教えた時にすごく感じたのが、子供たちの方が一回計画が崩れた時に戻せません、戻せないんです。まあいっかって、明日やればいっかってなかなか思えない子が多いんですよね。だから毎日やるって決めて、そのできない日があった時に自分に自信がなくなっちゃうんです。あ、私ダメだとか、あ、俺やっぱダメだわってなっちゃうと、そのダメだわと思った気持ちにずるずる引きずられて、翌日もできないできないって言って、習慣がなくなっていって、もうやらなくなっちゃうんですよ。ガタ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 って崩れていく。計画とか目標とか、そのコツコツっていうのは崩れるのは一瞬です。簡単に崩れます。だからいいんじゃんって、一日できなくてもいいじゃんって、だって日曜日のこの時間までにやればいいんだもんって、っていう風に気持ちで思っておくといい。ちょっと余裕をつけておくんです。作っておく。そうすることで計画はかなり崩れにくくなりますんで、この2点意識してやってもらえたらと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。まあこれ冒頭に話すべき内容だったんですけど、なんでコツコツのね、今回この力について話したかっていうと、まあ、途中でもちょっと触れましたが、このコツコツできる力っていうのを、それを学生のうちに、経験、それができるようになっておく経験がある方は、社会に出てから、つまり仕事をするようになってから、もうレベルの上がり方が全然違います。この普通に持ってない方がこういう上がり方を、レベルをね、上がり方をするんだったら、こうしてブルーンって上がってくからってぐらいに変わるんです。自分でコツコツ何かを積み上げられる人っていうのはそれだけ強い。でそれがみんなが今勉強って、まあ、もちろんこれはスポーツとかでも構わないんですよ。一応このチャンネルやってるから勉強の話をメインに置いてるんですが、で勉強は身近なものなので、そのやろうと思ったら簡単にできます。そう、ただできない。その間違いと、やり方の間違いとしては、1日の量が多すぎるとか、毎日毎日って決めすぎて、その計画に厳しくなって崩れた時に戻せないとか、まあ、いろんなパターンがあるんで、今回ねこのアドバイスをさせてもらいました。これが習慣になったら、もうめちゃくちゃもう武器というか、こっちのもんなわけですよ。でも辛いのは最初の3日かな、まあ1週間ぐらいかな、割と苦しいかもしれないです、もしかしたら。でもその3日4日目経った時に、あ、ちょっとサボりたいなと思う気持ちが出てくるんですよ、人間なので。でもそのサボりたいなって思った時に、量が少なく設定されてれば、まあでもこれだけだったら頑張れるかっていう気持ちで乗り越えられるんです。でそれが1週間、まあ1年は2週間3週間もしちゃんと3週間続けたら、めちゃくちゃ変わりますよ。多分やらないと気持ち悪くなります、ってぐらいに人は習慣になる。習慣になったものはもう外せない。まあ、習慣を崩すことは簡単にできるんですけど、でも一回手に入れた習慣ってなかなか手放したくないって人間の心理として働くので、まずはそこまでやってもらえたら嬉しいです。まあ今ね、中高生の方、定期テストの時期の方もいるのかな。なのでそこにね無理やり挟み込まなくていいんですけど、まあ、最後のね学年末のテストが終わった後、一番勉強意識が下がる時なので、だからガツガツ勉強しろとは言わないんです。言わないけど、その勉強習慣をつけるね、そのまあ本当いざ勉強頑張んなきゃって新学年になった時に、こう勢いよく走り出せるための準備運動として、ぜひねこの武器をね身につけておくと、だいぶ変わると思っておりますので、よかったらね今日から始めてみてください。いい？量は少なくすんだよ、見栄を張るなよ、背伸びをしない、いいかい？自分が本当にできると思った目標を決めて、ぜひ今日からやってみてください。